はようございます。同じ路線ではない駅と駅の間にはなんだか独特な世界が広がっている、そんな気がします。そんな世界の一つを味わってきました。よろしくお願いします。雲一つない青空が広がるこの場所は神奈川県小田原市栄町小田原駅。エレベーターで降りると大雄山線の改札口が迎えてくれました。伊豆箱根鉄道大雄山線の端っこであるここ小田原駅からもう一つの端っこである大雄山駅まで乗車します。つまり乗り通すというわけです。東端市と呼ばれるホームということもあり、正面から車両を観察することもできます。発車間際には反対側のホームにも車両がやってきました。大雄山線は日中12分間隔で運転されており、単線であることを考えるとかなりの高頻度での運行です。小田原を出発します。出発するとすぐに次の駅緑町の案内が流れます。並走している銀色の車両は小田急電鉄のロマンスカーエクセアルファです。車両前方へと移動しました。そして地図上での場所も移動し、ここは相模沼田駅です。次の岩原駅までの車窓をお楽しみください。大雄山に到着しました。小田原からおよそ20分、あっという間でした。編集時現在の大雄山線は旅客用としては5000系の1車種しか存在しませんが、そのカラーバリエーションは複数あります。まず乗車した青色、これが標準色で4編成存在します。そして奥にいる赤色の編成が赤電と呼ばれています。赤電は創立100周年記念の復刻塗装です。また大雄山駅に入線する際に右側に黄色い編成が映っていました。その編成はイエローシャイニングトレインという愛称があり、幸せ、温かみ、輝きを与えられることを願われて名付けられているそうです。そういった意味では大雄山線のドクターイエローと言えますね。さらにミントスペクタクルトレインという愛称の緑色の編成も存在します。いずれも公式ホームページにて詳しい記載があり、そういった点も含めてなかなか楽しい路線です。大雄山線でした。
神奈川の橋百選にも指定されているガラセ橋。少しの休憩のつもりで立ち寄りましたが、想像以上にリフレッシュすることができました。また頑張って登りましょう。
無事に山北へと到着しました。この区間はこれまで何度も走っていますが、この方向に走ったのは初めてだったので、なんだか新鮮でした。もう少し上りに強くなりたいですね。ちなみにこの後は線路の反対側にある山北鉄道公園へと向かいました。遊具が増えており、それもあってかにぎわっていて、なんだか温かい気持ちになりました。ここに保存されている D5270 はなんと動体化されています。ここ山北鉄道公園は良い場所ではあるものの、 D5270 が動く時以外は寂しいと思うこともありましたが、この時のにぎわいがあれば D5270 も寂しくないでしょう。いつかこの公園についてももっと詳しく取り上げることができればと思っています。そう、例えば桜の季節に。さて、この動画はこの辺りで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。